緑膿菌は、細菌に分類される、グラム陰性で高気性の肝菌の一種であり、地球上の環境中に広く分布している、代表的な常在菌の一つでもある。人に対しても病原性を持つが、健常者に感染しても発病させることはない。ただし免疫力の低下したものに感染すると、日和り感染症のうちの一つである、緑膿菌感染症を起こす。 もともと、緑農菌は消毒薬や抗菌薬に対する抵抗性が高い上に、人が抗菌薬を使用したことにより、薬剤に対する耐性を獲得したものも多いため、緑農菌感染症を発症すると治療が困難である。このため、緑農菌は日和未感染症や院内感染の原因菌として医学上重要視されている。緑農菌という和名は、 本菌が傷口に感染した時に、しばしば緑色の脳が見られることから名付けられた。学名であるプソイドモナスはエルギノサの種形容語の、アエルギノサも、六章に満ちたを意味するギリシア語に由来し、本菌が作る緑色,色色素にちなんだ名称である。なお、俗名のプソイドモナスは、それぞれ、ギリシア語のスードマイナスとモナスに由来する。モナス属に属する x、x に、 メートル程度の大きさのグラム陰性肝菌である。画法は形成せず、菌体の一端に一本の弁毛を持ち活発に運動する。また、菌体の一端には専門を有する。緑膿菌は土壌、淡水、海水中など自然環境の至るところに生息する環境中の常在微生物の一種であり、湿潤な環境を特に好む。また人や、 動物の消化管内部にも少数ながら存在する腸内細菌の一種であり、健康な成人の約15%、病院内では30から60%が本菌を保有していると言われる。変性後期性であり、通常は酸素のない環境では生存できない。これはもっぱら呼吸によってのみ、エネルギー酸性し、発酵を行わないためである。他の病原細菌と比べて、 発育には特殊な栄養を必要としないため増殖しやすい細菌である。微量の有機物でも増殖が可能であり、長期保存している蒸留水の容器にすら混入したわずかな有機物を栄養源として緑濃菌が増殖することがある。人工的に培養する場合にもアンモニウム塩を含む無機塩培地に炭素源となる一種類の有機物があれば培養が可能である。 指摘発育温度は、摂氏37度前後で、摂氏42度程度の高温でも増殖可能であるが、低温では増殖しない。有機物を分解して、アミンの一種であるトリメチルアミンを産生するため、独特の周期を生じる。緑脳菌は、熱に対する抵抗性は他の細菌と同程度で、比較的弱い部類に属するが、消毒薬や抗生物質などに対しては、 広範かつ強い抵抗性を有している。このため、長期間放置されている手洗い用の消毒液などの中からも分離されることがあり、院内感染などとの関連から、特に医療分野で注目されている。クオラムセンシングさず、細菌密度が低い状態では、オートインデューサーの濃度も低く、物質の酸性があまり起こらない。ず細菌密度が高くなると、 オートインデューサーの濃度が上がって、クオラムセンシング特有の物質が産生される。緑濃菌は、色素やムコイド、無駆動、外毒素など、本菌特有の多種類の物質を産生する。これらの物質は、緑濃菌の菌体外に分泌され、その生育環境に影響を与えることで、緑濃菌の生育を助ける役割を果たすだけでなく、 宿主細胞に作用することでその病原性とも密接に関連している。これら緑膿菌の物質酸性の多くは、その生育環境での菌数を感知するクオラムセンシングと呼ばれる機構で制御されている。緑膿菌は N アシル L、ホモセリンラクトンと呼ばれる菌体の内外を自由に行き来することが可能な低分子物質を産生しており、環境中での生育密度が上がると、 この物質の濃度も上昇する。この物質は、緑濃菌の様々な遺伝子に対して、転写因子として働き、様々な物質酸性を誘導する。ある自身もまたあるによって、その酸性が誘導されるため、この気候は、性のフィードバックによる制御を受けている。これらの気候を挙手的に見ると、緑濃菌が自らの生育密度を感知して、その上昇に伴って、 様々な物質産生を行うことになる。クオラムセンシングは、緑脳菌同士が細胞間で行う一種の情報伝達機構と考えることができる。緑脳菌は、複数の色素を産生する性質を持つ。緑色色素であるピオシアニン、蛍光性の黄緑色のピオベルジン、赤色のピオルビン、黒か四色のピオメラニーなど少なくとも4種類の色素を産生する。 このうち、ピオシアニンとピオベルジンの二つは特に研究が進んでいる。緑脳菌によるピオシアニンの産生。左は、緑脳菌を培養した培地。変性後期性菌であるため培地の表面近くだけに増殖して、そこから培地下方に向けて産生したピオシアニンが拡散している。右は、緑脳菌培養前の培地。緑脳菌によるピオベルジンの産生。 紫外線下で観察すると、培地の表面に増殖した緑濃菌から培地下方に向けて産生されたピオベルジンが拡散しているのがわかる。ピオシアニンはクロロホルムに可用性の緑色色素である。菌体外に分泌され緑濃菌を培養した培地や感染した傷口などを緑色に着色する。緑濃菌の発見のきっかけになった包帯の緑変や 学名及び和名は、このピオシアニンによる緑色に由来する。またピオシアニンという名称自体、脳を意味する、説刀五票マイナスと、シアンを表すシアンに由来しており、1900年前後に緑脳菌の学名として付けられたシノニムであるバシラス、パイシアニウスなどの種商名にちなんでいる。ピオシアニンは、 母乳動物細胞のミトコンドリアによる呼吸機能や気道粘膜の専門運動を阻害する毒性を持っており、緑脳筋の病原性の一端を担っている。ピオベルジンはフルオレシンとも呼ばれる。またピオベルジンは加熱によって可視効果の色が赤大色に変化する性質を持ち、古くなった米飯を加熱すると黄色くなる場合、米飯に混入した。 緑濃菌が産生したピオベルジンの加熱変色がその原因の一つだと言われる。ピオベルジンは分子内にジヒドルキ式のリン構造を持ち、鉄イオンと強く結合する。鉄イオン濃度の低い環境でよく産生される。菌体から周囲に分泌されたピオベルジンは増殖に必要な鉄イオンを保持し、 それを菌体に効率よく供給するというシデロフォアとしての役割を担っていると考えられている。緑脳菌の一部には、ムコイドと呼ばれる年七物を産生して菌体外に分泌するものがある。これらをムコイド型緑脳菌と呼び、これに対してムコイドを作らないものをヒムコイド型緑脳菌と呼ぶ。ムコイドの主成分はアルギン酸と呼ばれる粘性の高いムコタ糖である。 ムコイド型緑濃菌が増殖した場所では分泌されたムコイドが菌体を覆い包んで白層を形成する。このような微生物が形成する白層状のものをバイオフィルムと呼び、緑濃菌はこのバイオフィルムを生活の場としてその内部で効率よく増殖、生存している。バイオフィルムは物質表面に対して強く付着しているため、その中で生存している菌は 剥き出しの状態に比べると、洗い流したり剥がしたりするなどの機械的な除去に対して強くなる。またバイオフィルムの内部には消毒薬などの薬剤が浸透しにくいため、化学的な刺激に対しても抵抗性が増す。また他の微生物による捕食や白血球などによる鈍食などの生物的な排除からも逃れやすくなる。さらに、緑膿菌から分泌される。 あるなどの物質も拡散しにくく、その局所的な濃度が上がりやすくなるため、クオラムセンシングなどの分泌制御機構も働きやすくなる。これらによって、バイオフィルムは、緑脳菌の生育を助ける重要な役割を担っている。一方、医学的な観点からは、ムコイドや、バイオフィルムの酸性が病原性や感染リスクの増加につながるため、問題視されることが多い。 感染患者から分離される病原性緑脳菌のほとんどはムコイド型であり感染した粘膜表面などでバイオフィルムを形成する。このことによって白血球による鈍色や抗体、補体など宿主の免疫機構による排除から逃れやすくなりさらに抗生物質の浸透性低下によって治療も困難になる。また医療用カテーテルの内側などで緑濃菌が バイオフィルムを形成して増殖することで、院内感染を起こすケースなども報告されており、感染リスクの増加も問題視されている。緑膿菌の操作型電子顕微鏡写真。菌体の表面に分泌された、無コイドが付着し、さらに一部の菌はそれに渦もれて、菌全体の形が判別しにくくなっている。濃厚性繊維症患者体内でのバイオフィルム、形成緑濃菌による、 バイオフィルムの形成は遺伝性疾患である脳法生成異常患者に対する緑脳菌感染の原因となる。このバイオフィルムは気道内の粘液に形成され緑脳菌の生息場所となる。それに加え CF 病患者のバイオフィルムに生息する緑脳菌は嫌気呼吸を行うようになる。呼吸形態を嫌気的に変更することは緑脳菌の増殖を促進する。 嫌気呼吸は、バイオフィルムの主要成分であるアルギン酸を多量に生産する表現型の維持に有利である。このため、CF 病患者の年齢が増加するにつれ、バイオフィルムの増大により、軌道内の粘膜が肥大化する。粘膜の肥大化は、粘膜内の筋層において、嫌気性菌を優勢にし、緑脳菌の持続的な繁殖を促す。この嫌気呼吸において、 後期呼吸時に用いられない外膜タンパク質のオープフお及び細胞内 RHL 量感知回路が要求される。オープフがないとき RHLR または RHLL の欠乏中には小酸、還元活性が失われ、このことが一酸化窒素の過剰酸性による自滅を誘発し緑脳菌の生育は極端に弱くなる。CF 病の治療に用いられている。 抗生物質の多くは、緑膿菌の呼吸形態の変更により、効果が減少するか全くなくなるため、嫌気的な代謝を攻撃する新しい抗生物質の開発が望まれている。緑膿菌は、様々なタンパク質を菌体外に分泌している。これには、外毒素や溶血素、分泌酵素として働くものが含まれており、緑膿菌の病原性と密接に関連している。 緑脳菌が分泌する、外毒素の代表は、エキソトキシン A である。臨床から分離される、緑脳菌の90%が、エキソトキシン A 酸生成である。エキソトキシン A は、ジフテリア菌が作る、ジフテリア毒素と同じ生理活性を持つ毒素である。すなわち、エキソトキシン A が、ペプチド身長因子である EF2OADP、リボシル化することで、 動物細胞のすべてのタンパク質合成を不可逆的に阻害し、最終的に細胞は死に至る。このほか、EF2 以外の何らかの分子を標的に ADP リボシル化する活性を持つエキソエンザイム S も分泌することが知られている。緑農菌が分泌する溶血素には強い細胞障害性を持つヘモリジンと溶血殺菌作用を持つラムのリピドの2種類が知られている。 血液観点場地上では、β 溶血性を示す。また、分泌酵素としては、アルカリペプチダーゼや、エラスターゼ、コラゲナーゼ、リパーゼなどを産生する。これらは、感染部位の組織を破壊し、細菌の侵入や増殖を容易にすると同時に、出血やエシなどを引き起こす、病原因子として働く。一般に、グラム陰性菌の方が、グラム陽性菌よりも、 薬剤抵抗性が強い抵抗にあるが、緑膿菌は、グラム陰性菌の中でも、特に強い薬剤抵抗性を持つ、すなわちこれらの薬剤による殺菌に強い抵抗力を持つことで知られる。この抵抗性には、緑膿菌が元から持っていたものと、後天的に獲得したものがある。これらが組み合わさることで、緑膿菌の薬剤抵抗性は、広い範囲に及んだ。 いわゆる多剤耐性の状態にあるものが多く見られる。消毒薬では、逆性石鹸やクロルヘキシジンなどに対する自然耐性が強く、低濃度の場合にはこれらの消毒液中で、緑脳菌が増殖することもある。抗細菌薬においては、自然耐性の高さだけでなく、獲得耐性によって無効になったものも多い。ペニシリンやセフェム系などのベータ・ラクタム系、抗生物質、 アミノグリコシド系抗生物質は当初から効果がなく、広域ペニシリン、第三世代セフェム、カルバペネム、抗緑脳筋製、アミノグリコシド、乳キノロンなどの開発によって、ようやく緑脳筋治療に有効なものが得られた。ただし、現在では、カルバペネム契約、アミノグリコシド契約、乳キノロン契約の3系統すべてに耐性を示す。 多剤体勢力納菌も出現している。多剤体勢力納菌に対して有効と考えられているのは、抗 MRSA 薬である、硫酸アルベカシン、モノバクタム契約である、アズトレオナム、ポリペプチド契約である、硫酸ポリミキシン B や、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウムなどである。このほか、緑納菌は一般に用いる石鹸や食塩による、殺菌や成菌効果も低い。 一方、酸や銀イオンによる殺菌には感受性であり、またエドタに対しては感受性を示すだけでなく、エドタ存在下では他の消毒薬の効果が増強される。緑の菌の薬物抵抗性には複数の薬剤耐性メカニズムが関わっている。薬物の細胞内への取り込みを制限する機構。取り込まれた薬物を再び細胞外に排出する機構。獲得した。 耐性酵素による薬物の分解や就職。抗生物質の標的となるタンパク質の変化による阻害回避。バイオフィルムによる薬剤浸透性の低下。これらの薬剤耐性は抗生物質使用によって緑脳菌がすでに獲得していた気候が誘導されるだけでなく、生鮮網を介した接合による薬剤耐性プラスミドの伝達や、 形質導入による薬剤耐性遺伝子の獲得などによって異なる菌種から新規に伝達される場合もある。なお、細菌検査の分野では逆性石鹸の一種である消毒薬のセトリミドに抵抗性があることを利用してセトリミドを加えたバイチを用いて選択的に分離培養することができる。セトリミドとともに抗菌剤であるナリジクス酸を加えたナックバイチが 緑膿菌の選択分離に用いられている。緑膿菌は健常な人に感染しても症状が出ることがほとんどない毒性の低い細菌であるが、免疫力が低下した人に、ムコイド型緑膿菌が日より未感染すると、緑膿菌感染症を引き起こす。院内感染によって発生することも多い。発症した場合、 緑脳菌の持つ薬剤耐性のために薬剤による治療が困難であることも多い。ベータラクタム系、アミノグリコシド系、乳気ノロン系の3系統の抗細菌薬にそれぞれ有効なものがあるが、これらの系統すべてに対して耐性を獲得した多剤耐性緑脳菌感染症も出現しており、医療上の問題になっている。緑脳菌感染症は、 健常者には見られないが、免疫抑制剤の使用や、後天性免疫不全症候群などにより、免疫力の低下した人や、長期間の入院や、手術などで体力を消耗している人、寝たきりの状態にある老人など、いわゆる、液感染縮種に発症する疾患である。医療用カテーテルや気管相関、外科的手術などの医療行為によって、尿道、気道、 創傷からの感染を起こしたり、直槽や、やけど、外傷などで皮膚のバリア機構が失われた部分から感染するケースが多い。このほかコンタクトレンズ着脱時の損傷によって目に感染を起こす場合も知られる。局所感染の場合は、目では角膜炎や炎症、耳ではスイマーズイヤーと呼ばれる外耳炎、皮膚では可能性発疹などを起こすほか、 軌道感染による肺炎を起こす場合もある。またこれらの局所感染に引き続き、あるいは早症などからの血管内への感染によって、全身感染を起こし、肺血症、続発性肺炎、心内膜炎、中枢神経感染などの重篤な疾患を引き起こすこともある。特に、緑膿筋肺血症では、致死率は約80%に上ると言われている。 医療機関では、緑農菌が存在しやすい環境下で、液感染宿主に対して、感染原因にもなり得る、医療行為を行う、という条件が揃っているため、緑農菌による、院内感染がしばしば問題になる。緑農菌は、液感染宿主に日より未感染して感染症を引き起こすが、病院などの医療機関は入院、通院を問わず、このような液感染宿主が集まる環境にある。 また、医療機関では、日常的に様々な消毒薬、抗生物質などの薬剤が使用されているため、これらの薬剤に対して感受性のある微生物が増殖しにくい一方で、緑脳菌のように薬剤抵抗性の強い微生物は、選択的に生き残りやすい傾向にある。さらに新たな体制を獲得した薬剤耐性菌も生まれやすい環境である。その上、 外科的処置や相関などの医療行為は十分な配慮が行われない場合、緑膿菌感染の直接のきっかけになりうる。各医療機関が行っている対策によって他の病原体とともに緑膿菌の発生状況はモニタリングされ、院内感染の予防が行われているが、環境中の常在菌でもある緑膿菌の完全な除去は困難であり、しばしば院内感染例が報告されている。 や、植物自体に付着、生息していることが多く、そのため病院では院内への緑膿菌の流入を阻止するために、見舞い等でも下記の持ち込みを禁止しているところが少なからず存在する。緑膿菌感染症の治療は、緑膿菌に対する抗菌性を有する薬剤による化学療法が行われる。第一選択となる、アミノグリコシド系のゲンタマイシン。 トブラマイシンやアミカシンのほか、ペニシリン系のチカルシリンやピペラシリン、第三世代セフェムであるセフタジジム、また完全合成ベータラクタムであるカルバペネム系のイミペネムシラスタチン合剤、メロペネム、ドリペネムや、ニューキノロン系のシプロフロキサシンも用いられることがある。しかし、緑膿菌が感染層でバイオフィルムを形成した場合には、その内部への薬剤の浸透性が低くなるため、 完全な除去が困難になるケースも多い。また、緑脳菌は、比較的、新規の薬剤体制を獲得しやすいため、上記の治療薬に対する耐性菌、特に多剤体性緑脳菌の出現が、問題になる。多剤体性緑脳菌は1970年代までには、すでにその存在が知られていた。当時は、複数の薬剤耐性を合わせ持ったものに対する、 総称であったが、その後、緑脳菌感染症の治療に、有効な三系統の薬剤、すなわち、広域ー,ータラクタム系、アミノグリコシド系、乳気の論系に対して、同時に体制を示すものを指すようになった。特に2000年代以降は、イミペネム、アミカシン、シプロフロキサシンなどに対する体制を指標とする傾向がある。多剤体性緑脳菌感染症は、 世界中の医療関係機関によって、その発生動向が監視されている。日本では、感染症法でごる類感染症定点把握疾患に指定されており、指定医療機関において、週単位の発生状況の報告が義務付けられている。コリスチンは、MDRP 感染症に対して、有効な薬剤の一つである。緑納菌は、1872年に、シュローターによって、 発見、命名された後、1882年にジェッサードによって緑に着色した包帯から初めて分離、培養された。その後、緑濃菌及び緑濃菌感染症についての基礎的な研究が進み、薬剤抵抗性や物質酸性のメカニズムが解明されていった。1929年、アレクサンダー・フレミングによるペニシリンの発見以降、 多くの抗生物質が発見、開発された。当初は、グラム陽性菌にのみ有効であった、抗生物質の中から、グラム陰性菌にも有効なものが、徐々に見つかっていったが、緑脳菌に対して、効果を示す薬剤はほとんど見つからなかった。1960年代以降になって、ゲンタマイシンなど緑脳菌に、有効な抗生物質がいくつか発見された。 また新薬開発が続けられていたペニシリン系、抗生物質の中から、初めて緑脳菌に対する効果を獲得したカルベニシリンが開発され、これらの薬剤が緑脳菌治療薬として実用化された。しかし、1970年代までには、当時用いられていた複数の抗生物質に対する多剤体性緑脳菌の存在が知られるようになった。2000年には、 緑農金のパウ一株の全ゲノム解読が完了している。ありがとうございます。